どうも、山田ブラザーズです。兄のよしきです。弟のたくみです。よろしくお願いします。さらに技術を教えていきたいと思うんで、6年生4人、4年生ともくんとひろくんとこうだいとたくみとテンスです。じゃあ1人5球ずつ、さっきと一緒でちょっとティー打って言ってくれる。はい。で、みんな回ったら1回説明してやります。はい。ちょっと技術いきますよ。はい。よし、じゃあ行こう。あ、投げ方めっちゃ低め。なんでなんすか。低めって絶対こうなる。おう。これをまず5球で体験してもらって劇的に変えていきたいと思います。オッケー。低めでお願いします。あー、それぐらいですね。左足の方が。あ、今ぐらい。頭にこう当てるようになったら分かりやすいな。低めどうやった？打ちやすかった。最後よかった。低めはみんな打つとき、こう構えて、低め来たやん。じゃあ、みんな顔からいっちゃったやん、こう。じゃなくて、顔を逆に離してこう。みんなは、こうなって。低めバーって来て、いいね。こうってだから、これを逆に顔を離す。できる？難しい。難しいか。難しい。一回素振りしてみて。やったらなんかアッパースイングでしょ。ああ、そっせー。じゃあまずみんなの打てた感じいきます。おお、俺は打てんの。俺は打てるけど顔が落ちてるんじゃなくて、うん、おー、ボール割ってほしいね。危ないよ。顔を離す。めっちゃ低めやけど顔を離して。入った入った入った。お、しっかり入れてほしいな。みんなはこうなった。それをだから今から10球今教えた感じで打ってみてください。はい、頑張れ。あれでかっ。大阪桐蔭入部したん。大阪桐蔭。おお、スカートみたいな。スカートみたいな。でもボカボカです。パンツ見えるんちゃう中の。それで守備行こう。はい、行きましょー。めっちゃうまいわ。この子もいい感じ。お、いい感じ。ナイスバッティング。ナイスバッティング。いい、めっちゃいい感じやな。おー、おい、お、おー、ナイスバッティング。一回やってみる。お、出た。打てた。よし、じゃあこっからもう一回メンバー選考して。ナイスロー。いや、一緒のことやねんけど、うん、さらに覚えてもらえるように数を多く打ってもらいます。6年生4人と4年生がヒロとタクミとも、この7人で。みんなどうやった感覚。そのまま掴めてきました。掴めてきた。掴めてきた。打ちにくかった人は。打ちにくかった。打ちやすかった。感覚わかる。感覚わかるな。あ、6名ほど顔を離してきた。そうそう、聞いたみたいな感じ。それは大人になってから覚えることもできるし、ちっちゃい時から覚えることもできるから、それを覚えたらすごい打てるようになるから。じゃあ何球振れる。100ぐらいは言ってて1万いけるらしいで。熱中症なので何球あるから、まあ20球ずついこうか。えい、20球ずつね。はい、
ナイスバッテン。いい感じにヘッド見てる。ずっとコンタクト。いいね。ヘッドは効いてんもんな。どうやった？キャプテン。いい感じじゃん。めっちゃ良かったんちゃうかっていうな。最初ピッチャーマンも来れへんかったもんな。そうやな、そうやったな。めっちゃ打てるだよ。打ちやすかったっす。打ちやすかった。打ちやすい。感覚わかる？やっぱこう。ここの感じ。どうやった？結構感覚で覚えた。グッドボタン。打球伸びたらしい。打ちやすい。伸びた。あれをだから低めでこの自分の打ちやすいところを掴んで、あとは全部コースを変えていったりだけ。して頑張れ。いい感じだな、二人とも。ナイスバッティング。おお、今めっちゃいい。おー、ナイスバッティングやん。いい感じやな。掴んだ。いい感じやった。どうやった？難しい。難しいけど出てたの？打ちやすかった。だいぶ感覚わかる？ 4 年生やけど。うん、これはあと2年でな、6年生までに完璧にしたらホームラン打てんじゃん。マーチン。ナイスバッティング。マーチン。マーチン。みんなどうやった？バッティング。結構感覚覚えてきた。コツとかはない？アドバイス的な。やっぱ今ので感覚を覚えて、それをお家とか日頃の練習とかで練習するしかないやん。そういうことだな。だから今感覚掴んできたんやったら忘れないうちに家でやること。まあこのチームの中で一番バッティングのいい子たちだから、バッティングでもっとレベルアップして引っ張っていけるように。はい、頑張ってね。はい、 OK、 バッティング終わり。お疲れ様でした。お疲れ。柔道全国大会出たの？え、どうやった？16位。ベスト16位。すごいな。得意技は？打ち股。打ち股。柔道とほんなら野球2つ両立やってるの？今も。今日は練習お疲れ様でした。はい。今日はバッティングを中心にやってもらうんだけど、いい感じになった人。はい。はい。もういいな、いい感じ。今日教えたのはやっぱ高校生でもこうやってた一部の練習です。でもみんないい感じになってくれたんやったらよかったけど、やっぱりこれから中学高校ってなってるけど、もっと暑い中で練習しますし、僕らの高校やったらこの時期にジャンパーを着てグラウンド実習してから練習したりとかします。めちゃくちゃしんどいから、今のうちからきつい練習でもチームのみんなと一緒に頑張って試合で結果出せるようにやってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube 見てるみんな、一緒に野球やろうじゃないか。やる子はここだぞ。ヘッカ少年野球クラブ、よろしくな。チャンネル登録、グッドボタン、押してね。チャンネル登録、アイテムボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。ロボットブルドーズがかかってこいや。おー。